ビゴ・モーテンセンはニューヨーク州マンハッタン出身の俳優、詩人、写真家、ロード・オブ・ザ・リング三部作のアラゴールに役で世界的な名声を得る。2008年にはイースタン・プロミスで第80回アカデミー賞主演団優勝にノミネートされ、2016年公開の始まりへの旅でも第89回アカデミー賞主演団優勝にノミネートされた。 デンマーク人の父美子ピーター・モーテンセンは農業従事者。母、グレース・アトキンソンは在ノルウェー米国大使館に勤務していたアメリカ人。二人はノルウェーのスキー場で出会い結婚した。母方の祖母はカナダ人である。美子は彼らの長男としてマンハッタンのニューヨークホスピタルで誕生。美子が2歳になると、 父の農場経営の仕事の関係で、一家はベネズエラへ移住。その一年後にはアルゼンチンへ引っ越し、弟のチャールズとウォルターが生まれた。美語と兄弟らは、牧場で乗馬や釣り、狩猟に親しむ、牧歌的な子供時代を過ごした。夏ごとに、デンマークへ帰省していたため、英語の他にスペイン語、デンマーク語、フランス語、イタリア語などが流暢に話せる。スウェーデン語、 ノルウェー語にも堪能である。この頃なりたかったものは南米のカウボーイ、ガウチョ。お絵かきなど一人遊びが好きな子供だった。ブエノスアイレス近郊の山裾にある全寮青小学校に入学。11歳の時両親が離婚。弟らと母の故郷であるカナダ国境沿いのサウザンドアイランズ近くのニューヨーク州ジェファーソン郡、ウォータータウン市へ戻る。 この頃幼い弟たちはスペイン語しか話せなかった。ビゴは同級生たちが夢中になっていたブルーオイスターカルトやグランドファンクレールロードなどの激しいロックに馴染めず汚い言葉やスラングの意味も理解できなかった。そのためすっかり自信を喪失してしまう。大好きなカーペンターズは自宅や一人の時だけこっそり愛称していた。中学と高校ではスペイン語研究会。 美術部、テニス部、水泳部に所属。成績は優秀で水泳部ではキャプテンを務めるなど、文部領土だった。しかし当時の教師や同級生によると、この頃は小柄でおとなしい生徒で、決して目立つタイプではなかったという。ウォータータウン高校卒業後は、近郊のニューヨーク州セントローレンス郡関東の次第、セントローレンス大学へ進学。学生時代は、 政治学の教授不採択に下宿していたが、基本的には、脚本家志望の友人の部屋に入り浸っていた。大学1年のハロウィンパーティーでは、デビッドボーイのアラジン繊維の衣装とメイクをしたまま名定。有刺鉄線の上に顔から倒れ込み、その際上唇の左側から鼻にかけ皮1枚を、残して切断。 友人らによって病院に担ぎ込まれるも、現在も傷が残るほどの大怪我を負った。方法時は、麻酔がいらないほどで液水していた。スペイン文学と政治学で学位を取得し、卒業時には、政治学専攻らしく、式用の冷蔵製造業者が従業員に、不当労働を強いているとして、抗議の意を示すため数名のクラスメートと共に、格帽とガウンを着用しないことを約束した。 ただし実際に、それを実行したのはビゴだけだった。卒業後はデンマークに渡り、花売りやウェーターなどをしながら滞在。ロンドン近郊に住んだこともあり、映画館に入り浸っていた。その後、当時の恋人を追って帰国。大学卒業後に、欧州に滞在していた頃も映画館に入り浸っていた。ビゴは、ピエル・パオロ・パゾリーニ、イング・マール、ベルイマン、アンドレー・タルコフスキー。 オズヤスジローなどの映画に影響され、本格的に俳優を志すようになる。ニューヨークへ行った恋人を追って帰国した後は、ウォーレン・ロバート総学ティングワークショップに参加。デンマークの親族と友人らには、俳優志望である胸の手紙を出したが、誰も彼が本気だとは思わなかった。ビゴは生活のためアイスクリーム売りや、バーテンダーなどのアルバイトをしながら演技の基礎を学び、 1982年に舞台デビュー。インディアナレパートリーシアターでのロミオとジュリエット、アメリカンレパートリーシアターでのケビン・オーサイファー、ライアンレパートリーカンパニーでのツーイツーアンサンブルスタジオシアターでのザ・ラ・ピジオなどいくつかの舞台に出演した。1984年にはドラマジョージ・ワシントンでテレビデビュー。同年スイングシフトで スクリーンデビューの予定だったが、編集時に出演シーンはカットされる。ウディアレンのカイロの紫のバラにも参加したが、こちらも編集でカットされたため、結局1985年の刑事ジ,ジョンブック目撃者がデビュー作となった。1987年、ロサンゼルスのコーストプレイハウスで上演された舞台ベントで強制収容所のナチ商工を演じドラマ、 ローグアワードを受賞。1991年には、ショーン・ペン監督所女作の、インディアン・ランナーに出演。深刻な PTSD を追ったベトナム機関兵の弟を演じ、一躍注目される。しかしその後は、わずかな佳作を除いて出演作に恵まれることはなかった。2001年から2003年にかけて公開された、ロード・オブ・ザ・リング三部作は、映画史に残る。 大ヒットを記録し、ビゴをはじめ共演者やスタッフらの名声を大いに高めた。当初アラゴルン役にキャスティングされていたのは、スチュアート・ダウンゼントだったが、彼の容姿が思ったより若かったことから、撮影開始後になって、急遽ビゴが撮影に参加することとなった。出演依頼を受けた、再、長期間の撮影で子供と離れて生活することを嫌がり一旦は断ろうとしたが、 それを聞いた指輪物語ファンの長男に依頼を受けることを熱心に勧められ出演することに決めた。ロケ地であるニュージーランドからの連絡を受けた2日後には現地でアラゴルンを演じていた。同作の宣伝で出向いたカンヌ国際映画祭のパーティー会場ではカナダの映画監督デビッド・クローネンバーグと知り合うこととなった。この出会いは後にヒストリー・オブ・バイオレンス。 イースタンプロミス出演のきっかけとなる。同作の演技により、2008年代80回アカデミー賞、主演団優勝にノミネートされた。1987年7月8日、映画 TV サルベーションの共演者で、パンクバンド X のボーカリスト、XC セルベンカと結婚、間補修へ移住。翌年には、長男ヘンリー・ブレイクが誕生するも1992年に、 別居。一家はロサンゼルスに戻る。別居理由は、生活拠点をアイダホ州に移したことによって、一家の収入が激減したことが一因とも言われている。正式離婚は1998年3月13日で、親権は元妻と共同保有。現在も家族ぐるみの良好な友人関係にある。その後は、不死家庭を切り盛りしていたが、 2007年現在では、長男の大学進学に伴い一人暮らし。離婚後は、特にこれといった恋愛の噂はないが、2000年頃から2003年まで、画家ジュリアンシュナーベルの長女で、芸術家のローラと交際していた。詩、写真、絵画、散文などをまとめた作品集。ありがとうございます。